通行を妨害する小学生たち。みだりに通行を妨害し、ブレーキをかけさせる行為は暴行罪です。みだりに特攻し、進路を妨げる行為、有形力により進路妨害をする行為は犯罪です。危険な交差点での周回。交差点は周回場ではありません。あなたは良くてもみんなは困る。迷惑防止条例違反。見通しの悪い交差点で歩行者が飛び出す。信号が青で進んでいるのに、歩行者側の信号は赤なのに、一体何を思い渡ろうとしたのか。一体何を考え、赤信号を無視し、交差点を渡るのか。皆さん、赤信号を無視して歩行者が渡ってきたのが分かっただろうか。この者たちである。ではもう一度、赤信号を無視してくるのを見てみよう。赤信号は進めではありません。赤信号は止まれ。交差点での違法駐車。駐車禁止、指定除外車の権利の乱用。交差点に右側通行で自転車が進入。もうこの時点で嫌な予感がする。相手が現る。そしてさらにこの状況である。交通マナーの無視は事故につながりますのでやめましょう。交差点に入り通行してると追い越しをされた。交差点での他の車両の追い越しは違法です。大きな道路を走行させていたとき、小さい道路から軽自動車がいきなりバックしてくる。何気ない日常にもこのように突然危険が発生することがあり得る。皆さん、この軽自動車に注目。大きな道路を走行してるのだから、当然、優先通行道路に該当します。ところが軽自動車による通行妨害が発生しました。危険を感じたので回避しました。
このように突然発生します。大きい道路は小さい道路と比べて優先通行帯に該当します。なので小さい道路を走行している場合、大きな道路を走行している車両の通行を妨害するのは妨害運転罪に該当します。狭い道路から大きな道路に入る前に、狭い道路にいる場合、まず一時停止をしなくてはなりません。停止の無視も違法です。交差点に物を置き、不法に交差点を占有する家がある。ここである。ナンバープレートのない車、自転車、原付き。この通りである。不法に道路を占有。電柱も不法に使用。勝手に空中転移。そしてこのように植木鉢などを雨水マス状に置く。道路に私物をこのように置き、道路を勝手に占有する家がある。このように植木鉢や洗濯機、自転車、バイクといったもので道路を勝手に占有。しかも交差点である。フォークリフトの公道走行は違法です。フォークリフトで道路で荷役運搬をするのは法律違反。ここではこのように日常的に荷役運搬が道路で行われる類犯行為が日常にある。フォークリフトによって荷役運搬、走行などをしてもいいのは荷役場である。当然ながらそうしたことを道路でしたり、荷役場を備えず会社が道路を勝手に荷役場にしたりする行為は違法である。フォークリフトで道路でそのようなことをすれば大きな爪がついているフォークリフトは容易に事件につながることは想像できる。爪を取り外して走行させたり、もしくは爪がついた状態でもトラックなどに乗せて運ぶといった配慮が必要である。フォークリフトは重量物を運搬できるために重りが装着されている。だから転倒などすると大事故につながる。当然、荷役場以外でそのような事故が起きた場合、常に大きな事件になる可能性がある。フォークリフト運転手は周囲の人への配慮が必要なのは言うまでもない。
それができないものはフォークリフトを運転してはならない。フォークリフトは単に物を運ぶだけではありません。フォークリフトの運転士は安全を作る必要があります。先ほどの人物と同じ人物。やりたい放題の極めつけは道路での焚き火。この狭い道路で火を扱っていることにより火の粉が当たりそうになる。路上焚き火は迷惑なのは言うまでもない。ライフ八重の里店での事件。暴行罪、懲役2年、罰金最大30万円と決まっている。しかしながら、こうした暴行罪のパターンもある。この隙間に埃だらけ。ここでカビやウイルスが発生することが懸念される。当然、ここから出てきた汚い空気を吸わせられるのは、お客さんにとって不利益であり、こうしたものも暴力の一種である。交差点での危険な妨害運転罪。交差点に
車を止めている。交差点は駐車禁止です。しかもエンジンかけっぱなし。歩行者への配慮がない悪質運転者。しかも通行を妨害する。大変迷惑な行為。迷惑防止条例違反。非常に悪質な妨害運転罪。非常に悪質な暴行罪。車による暴力。交差点に駐車。これは違法です。どうでしたか、皆さん。私たちは自分だけではなくて、相手に対する配慮も十分しなければなりません。道路は自分だけのものではなく、相手も使います。相手のことも考えて、交通ルールに従い道路を使用しましょう。今回は、一般財団法人全日本交通安全協会を参考に制作しました。皆さん、交通事件や事故が発生すると、その後の処理がとても大変になることがあります。皆さんにも大きな負担が発生するようなことがあるかもしれません。場合によったら罰が与えられる可能性もあります。くれぐれも交通マナーに気をつけましょう。では、ご視聴ありがとうございました。互いに気をつけて暮らしましょうね。